ブラッドリー・リチャード・トーマスは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州、シドニー出身のプロ野球選手。MLB、NPB、久保、CPBL、p l のプロ野球リーグでプレーした。子供の頃はサッカーをしていたが、9歳の時に友人に誘われ、野球を始めた。シドニーのミッチェルハイスクールで活躍し、1995年に、ロサンゼルス・ドジャースと契約。 1997年、ドジャースがマイナーで規定人数以上の外国人選手を保有していたことが発覚し、ビザの問題で退団して3日後にミネソタツインズと契約。2001年5月26日のオークランドアスレチックス戦に先発し、メジャーデビューしたが、2回途中4失点でこ。同年は5試合先発で登板したが、0勝2敗。 防御率9.37と結果を残せなかった。2004年まで主にツインズ参加 3A でプレーし、マイナーリーグのオールスターゲームに4度出場。2004年4月にボストンレッドソックスに移籍したが、左ヒーちの手術を受けほとんどを登板できず、ワールドシリーズの40人ロースターに含まれ、チャンピオンリングを手にしたものの、シーズン終了後にロースターから外れて、自由契約となった。 最速時速1 5 5トルの豪速球を歌い文句にツインズ時代の同僚であったマイケル中村の紹介で2005年開幕前に北海道日本ハムファイターズのテストを受けて合格し入団背番号は当時き番となっていた70に決まった速球派の左腕として期待された開幕時は先発を任されていたが2004年に左肘を 手術した影響もあって、コントロールが悪く玉の出所が見えやすいという、致命的な欠陥を露呈。直球を狙い撃ちにされたり、死球連発で自滅したりするなどして早い回で残、撃機を繰り返し、二軍に落とされた。その後、左肘の回復が進み、玉の威力が回復したことから、一軍に最昇格。短いイニングの敗戦処理から、シーズン終盤には、 勝ちゲームのセットアッパーに昇格し、立石直行武田久し、立山義則と共に4人の頭文字を取った 4TS を形成して試合終盤を任されるようになる。8月27日の対ソフトバンク戦で田中幸雄のサヨナラ打で来日初勝利を挙げ、同月30日の対楽天戦で来日初セーブを挙げた。9月のある試合では実際に 時速1 5 5トルを計測している。シーズンを通しての数字を見れば残留は微妙だったが先発で最大20点を超えた防御率をリリーフだけで4点台まで向上させるなど終盤以降はセットアッパーとして活躍したことを受けフェルナンドセギノールと共に翌年の契約を締結した。2006年は背番号を17に変更。開幕から セットアッパーやロングリリーフを任され40試合に登板して4勝1敗、一セーブの成績だった。7月に夫人の出産に立ち会うために一時帰国している。幸福町の波が激しく安定したとは言い難いものの、リーグ優勝44年ぶりの日本一に貢献した。日本シリーズでは第4戦に登板して、飛安打1、吉久1でイニング途中で降板となった。 同年オフ、先発で投げてほしいフロントと中継ぎで投げたい、トーマス自身との意見が衝突し、契約交渉がもつれた。リリー夫人が充実していることから、翌年の構想外となり、11月29日に正式に対談が発表され、自由契約公示された。ニュージーランドでの優勝旅行には参加している。2007年も日本でのプレーを希望したが、 請求難がネックとなり、獲得に乗り出す球団はなく、シアトルマリナーズ参加 3A タコマレーニアーズでプレ三34試合に登板し8勝6敗にセーブ、防御率4.87、ホイップ1.55の成績で、メジャー昇格はなかった。オフの11月には、日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。2008年1月2日に、 韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約。同年は自己最多の59試合に登板し、故障と不審で振るわなかった具、打つ明に代わって、抑えの役割を担い、当時韓国プロ野球の外国人投手としては、史上最多となる31セーブを記録した。同年オフ、中日ドラゴンズが、左のセットアッパーとして、獲得を検討したが、 ドミニカウィンターリーグで活躍したネルソン・パヤノに切り替えたため日本球界復帰は実現しなかった。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のオーストラリア代表に選出された。同大会ではキューバ戦で1イニング投板しに脱三振を挙げた。オーストラリア代表ではかつて阪神タイガースに在籍したクリス・オックスプリングとチームメイトとなった。 シーズンでは開幕前の調整が順調で、トーマス自身は抑えとして活躍したが、ハンファが再開を独走したため登板機会は減り、セーブ数も13にとどまった。オフには選手保留名簿に載せられてハンファは再契約の意思を見せたが、デトロイトタイガースとメジャー契約を結んだ。2010年6年ぶりとなるメジャーリーグ復帰を果たした。 中継ぎとして48試合に登板し、メジャー初勝利を含む6勝2敗、防御率3.89、ホイップ1.53を記録した。デトロイトタイガース時代2011年は、左肘の故障もあり、12試合に登板して、防御率9.00、ホイップ2.09を期し、7月14日に40人枠から外れた。2012年5月3日、 そこを不良により解雇されたライアン・カレンの代役として、台湾の兄弟、エレファンツに加入。守護神として活躍し、最終戦までにリーグトップに並ぶ22セーブを記録していた。その時点で、リーグ最多は統一セブンイレブン・ライオンズの林、学成が23セーブを記録しており、最終戦で、トーマスがセーブを記録すると、セーブ数では並ぶものの防御率で林を上回るため、 最優秀救援投手のタイトルが期待されていた。しかし最終戦、8回終了時点でチームは4から0で勝っており、このままトーマスが投板してもセーブがつかないため、ハエエト氏は小石球を連発した。最終的に西一塁二塁となったところで投板し、最後の打者を内野ゴロに抑え23セーブ目を挙げた。 しかしタイトルのための露骨なプレーにファンなどから不満が続出。これを受け、中華職業ボーダーマダイ連盟はタイトルの受賞者を該当者なしとした。このような事態は1990年に台湾のプロ野球が始まって以来初めての出来事だった。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のオーストラリア代表に 選出され、2大会連続2度目の選出となった。シーズンでは、積極的に同僚投手へアドバイスを送る姿勢を、球団側に評価され、コーチを兼任することになった。しかし開幕から不安定な投球内容が続き、コーチ兼任による負担増が原因と、球団側に判断され、選手選任に戻った。最終的に前年を上回る26セーブを挙げ、 最優秀救援投手を獲得するも、オフに対談となった。2014年は、当初母国のオーストラリアでプレーしていたが、不審により解雇された、ロマンコロンの代役として、6月28日に、中心兄弟となったチームと契約した。しかし、自らも、不審のためシーズン途中の8月31日に、解雇された。真面目な性格で、 課題のコントロールの修正にはひたむきに取り組んでいる。日本ハム在籍時の監督だったトレイヒルマンを尊敬しているという、日本ハム時代はファンにサインをしている姿もよく見受けられた。家族旅行が好きらしく、日本ハム在籍時、試合のない日は各地を観光していた。ありがとうございます。